はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。じゃあ今回もゲンガバレルシングルレートやっていきましょう。一応裏の方で軽く潜りました。結果、そんな変わりませんでした。レートそんな変わりませんでした。やっていきまーす。そんなレート変わんなかったわ。いや、裏でやったときね、回線不調で、何回ね、回線切れたか、2回ほど切れてね、萎えました。やっていきましょう。さ、ガルガブゲンね、ガルガブゲンガッサボルトマリルリちゃんね。こういうパーティーは初手ガッサ来るんで、まあ、マンムー、いや違うわ。初手ガッサ来るんで、馬車か。いや、馬車ちゃうな。マンムーでいいのか、これもうマンムーで。マンムー、いや違うよな、マンムーじゃ。マンムーじゃないな。いや違うな、何行こう。ゲンガーでパンパンパンの、いや違うかな、なんだろう、ゲンガバレルは意外といけそう。ゲンガバレルマンム行こう。ゲンガバレルマンム、この3匹でいきたいと思います。では対戦よろしくお願いします。なんか久々にゲンガバレル出した気がする。やっていきましょう。さあ、まあ初手、まあやっぱガルかガブでしょう。クルツセルバー何ですか？ゲンガーか。ゲンガー対面クッソ弱いんだけど。ゲンガー対面クッソ弱いし、この3匹じゃもうゲンガーで突っ張るしかないかな？小五風たたりめ行くか。小五風たたりめ行きまーす。そっちの方が、もしかしたら耐えるかもしんない。で、耐えた場合ね、先制できるように、小五風打っときましょう。いやー、いいのかなー、それで。いやー、ダメな気がすんだよなー。シャドボだよなー、どうせシャドボだよねー。シャドボは耐えないんだよー。まあいいでしょう。まあいい。まあいいでしょう。マンム出そう。こっからマンム出そう。で、ゲンガー突破して、で、裏がガブマリだったら勝ち。ガルーラなくなったからね、これで。発生！オッケー！ワロス、ワロス！はいはい、ワロス！自信ドーン！よし、オッケー。で、これでメガガルなくなったから、裏がガブとマリちゃん、ガブとボルトロスだったらなんとかいける。マリちゃんやめて。ガッサー。ガッサねー、これ。突っ張らない方がいいよね。いや、突っ張るか。突っ張ろう。オッケー、エスカってる。はい、つららばり、ドーン。はい、もう一発、ドーン。はい、ラスト一発、ドーン。素晴らしい。よーし、よし、よし、よし。やっぱいいね。ゲンガーがいなくなったけどね。マンムーで無双しておりまーす。ラスト一匹、ガブかボルトでしょ。やっぱりガブかボルトやね。わかってる。残念ながらこのマンムーちゃんはタスキ持ちなんで一発は耐える。さあ、激凛、残念でした。タスキマンムーの強さ、一発は必ず耐える。普通に耐えちゃう。やっぱ耐久力もあるね。よっしゃー、勝った。めっちゃ早い。めっちゃ早く終わった。どうしよう。めっちゃ早く終わりました。対戦ありがとうございました。はい、では第2試合目始めていきましょう。さあ、お相手のパーティーの方が、と、面白いね。樹海院切り刻ん、ミトムからのクラゲアロマンムということで、これ初手マンムいけるね。初手マンムいって、ミトムが来た場合、ミトムが来た場合、水技打ってくるでしょ？バレちゃんだね。バレちゃん行って、で、ラスティ何行こっかな。ラスティ何行こっかな。ゲンガーでいいのかな、やっぱり。ゲンガーでいいのかな、ボルトかな。いや、アローはなんとかなるよね。馬車は、馬車じゃないね。ボルトでもないよね。ゲンガーか。いや、ボルトだね。行きましょう。マンムーバレルボルト、この3匹で行きたいと思います。
一応これ勝ったら次1600チャレンジって感じかね、おそらく。おそらくこれ勝って次が1600チャレンジでしょう。では対戦よろしくお願いします。これ勝ったらまさかの1600チャレンジかもしれないね。頑張っていきましょう。さあ、頑張っていこう。初手は、マンム、ミトム以外だったら何でもいいよ。さあ、行ってこい、マンム。理想はクラゲ、樹海院あたり。もう、なんで来るの、お前が。お前が来ちゃいけないんだよ。決して来てはいけないモンスターが来てしまったな。まあ、電気技打たないから、まあ、モロバレルでいいのか？ボルチェンは打たないだろうから、ここハイポンだよね。おそらくオニビかハイポンか。ボニビ、ボニビしちゃうか。めんどくさいな。さあ、ボニビされましちゃったので、イカ様がそこまで入らない。となるともうここは、方針打つか、とりあえず。とりあえず方針打ってボルチェン、これで樹海院交代が一番ダメなんですけど、まあ、樹海院には交代せず、おそらくマンムかアローに交代でしょう、ここは。抜群が取れるポケモンとすれば、マンム、アロー、どちらかに交代って感じ、まあ、アローですね。さあ、アローに交代、ホキノコの方してファサファサしておき、ファサファサして、最速起きされないことを願おうか。最速起きを、ね、されないことを願って、で、ボルトロス交代します。とりあえずここは。マンムを出しちゃうと、またミトムに交代されてやってられないことは起きるんで、ここはボルトロスに交代で、10万ボルトで一貫を取り、攻めていくっていう形を取りましょう。さあ、このターン起きなければ、なんとか攻めれるんですけど、起きないでくれよ。さあ、乱数調整、乱数調整。乱数調整をかまし、かまし、グーのエドハルミ引っ込める。引っ込めるか。さあ、ミトムが来ればいい。なんだこれは。切り刻ん。まあ、切り刻んなら全然いいよ。ドーンと行くよね。オッケー、突破。切り刻んなんで出したかわかんないけど、まあ、ここでいいでしょう。これし、ああ、切り刻んを捨てて、ミトムを出していくっていう形ですかね、おそらく。そういう形を取りたいと分かってます。はいはい、そういう形ですね。そういう形をされると、まあいいのか、突っ張ろう。裏アローだからマンム裏にいるから大丈夫。10万ボルトで突っ張っていきます。まあこっちの降参対戦ありがとうございました。3試合目いきましょうか、1600チャレンジ。はい、では1600チャレンジ頑張っていきたいと思います。音楽は21番。さあ、1600チャレンジはね、魔物が住んでるってよく言われるんで、もう警戒して頑張っていきたいと思いまーす。本当にね、ここの1600チャレンジってすごい魔物が住んでるからね。なかなか勝てないんですよ。ほら、こういうパーティー来るでしょ本当に。こういうパーティーが来るでしょ本当に魔物が住んでんだよ、1600チャレンジは。さあ、どうしよっかなー。どうするべ、どうするべ。初手何するべ。初手マンムーでいいのかな。いや、違うね。初手マンムーじゃなくて、ボルト。ボルトで1、2、3の、あ、そこそこいけるね。ボルト行こうか。で、ガルバシャがやっぱ重たいということで、ガルバシャガルドか、バレちゃんは必須だよな、ここ。バレちゃんでいいのか？バレちゃんで行くわ。バレちゃん行って、ラストこれマンムーか？マンムーか？いや、これこそゲンガーか。いや、違うな。馬車じゃないんだよね。かといってマリちゃんでもない。マンムーがゲンガーなんだよ。どっちだ？パッと見た感じ、ボルト対面が重たいのか？意外と。いや、いけるね。ボルト所定で出して何が一番きついかって言われたら、ガルド馬車か。ガルーラ。馬車が重たいか。ってことは、マリルリ入れとくべきかな。マリちゃんかな。マリちゃんかな。なんとなくマリちゃんな気がするな。マリちゃん。いや、このパーティーに馬車出してこない。どうだろうな。マリちゃんいきます。
ボルト、バレル、マリちゃん、この3匹でいきたいと思います。では、対戦よろしくお願いします。さあ、マリちゃんに選択した結果、吉と出るとか、凶と出るか、わかりませんが、頑張っていきましょう。1600のせよ、ガルド。ガルド来るんだよなこういう時って。どうするべ。シャドーボールでしょ？もうバレルに交代とかしちゃいけないんだよ。ってことなると突っ張るしかない。もうここ突っ張るしかないんですよね。いい感じにダメージ入らないな半分入んねえか。剣舞！マジか。交代します。バレル行こう。バレル行こう。剣舞か。バレル行くしかない。一発は耐えるっしょ。剣舞積んできた、また。オッケー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 。積んでくる。どうしよう。先制で打てないから。こらえるしかねえのか、ここ。いや、相手耐えないよなぁ。こらえましょう。相手耐えないよなぁ。さすがに耐えないよね、アイヘイ。だから、奉仕に期待だよね、ここ。頑張れ。バルちゃん、頑張れ。頑張れ、バルちゃん。ピッ、ピー、ピッ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 。ピが出ない、ピが出ない、ピが出ない。ここ、こらえるするべきか。いや、こらえるべきだ。鍵打ち、まあいいでしょう。ここで、奉仕かかんない？奉仕かかんない？かかんないかかかんないかやべえぞ、これ。いや、マリちゃん出したら、禁止晴らされるでしょ？禁止されるから、ボルトロスしたら鍵打ちされる。マリちゃん出すしかねえのか、ここは。いや、絶対禁止だよなこれ。でも、原太鼓警戒するから、悪事でいいんだ。よし、オッケー。原太鼓警戒したでしょ、あいつ多分。たまにで禁止打てない理由が多分、原太鼓警戒ってあるから、よく、オッケー、オッケー。勝った、勝った、この卓に勝った。オッケー。よし、なんとかなった。なんとかなった、危ねえ。危ねえ、なんとかなった。ボルト来い、ボルト。これ、ボルトロス来い、ボルトロス。バシャーモ。なんでバシャーモなんだ？なんでバシャーモなんだ？怖い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 、滝登り打つけど。あ、鬼火か、当たるな、危ねえ。こちらが魔物を出していた。いやー、魔物を回避、危ない。鬼火バシャームなんて久しぶりに見たわ。そういや、なんか流行ってたな、鬼火バシャームっていうの。あー、怖い怖い。アクアジェットで吹っ飛ばしていきまーす。あー、怖い。さすがに交代するでしょ、ここは。交代するか、捨てるか、あ、交代する。さあ、裏は何でしょうか？スイ君あたりでしょ、多分。スイ君？ガーリーラ。やっぱりガーリーラなのか。やっぱりお前がいんのか、裏には。ラスボス。さあ、1600の魔物。メガガルーラが登場しましたね。ここは、ボルトロスを出していきましょう。どうせ猫玉かグロパン。グロパン打ってこないか、猫魂打ってくると思うんで。ここでまあ、普通に交代するよね。で、電磁波巻いて、滝登りで、まあ、ひるみ行きましょうか行きましょうか、そういう形で。多分、どうせ、猫捨て身不意打ちからの、なんだろう、ラスト1個。なんかあるでしょう。秘密の力、あ、普通に秘密化打つんだ。まあ、耐えるでしょ、秘密化ぐらいやったら。あ、耐えない。耐えないんかーい。非常にまずいことになってきたなぁ。これでマリちゃんがガルーラを突破したら勝ち。突破しなければ負け。そういった感じになります。さあ、1600の魔物、メガガルーラを粉砕していきましょう。ダメージどっちのがでかいんだっけ？じゃれつくのが強いのか。じゃれつきます。さあ、メガガルにじゃれついてこい。秘密か、耐える耐える。余裕余裕。秘密か余裕。よーし、オッケー。じゃれつく、ポコポコポコ。いい感じのダメージだ。アクアジェットで吹っ飛ばしてく。
もやもや気分切り払いして不意打ちなんて聞かないよ、急所はやめてよ。危ねえなーマジで、さすがさすが魔物だぜ。アクアジャッタル吹っ飛ばしていく。オッケー、メガガル突破。残りは HP1 のバシーモだけ。さあ、アクアジャッタル吹っ飛ばしていくよ。バシャーモに先制技存在現行石化覚えるっけ。まあ、そんなもん覚えてないでしょ。アクアジャッタル吹っ飛ばしていく。1600達成。よかった。とりあえず1600乗せたわ。対戦ありがとうございました。あー、怖かった。やっぱり魔物が住んでたね。1600の。魔物が住んでました。ああ、やっぱラスボスはメガガルーラだったか。ああ、危ねえ危ねえ、よく勝ったわ。とりあえずね、1600はね、乗せたということで、こっからはね、次パートからは、1600から次1700まで頑張っていこうかね。裏でもちょくちょく潜って、レートもね、頑張ってあげていきたいと思いますので、今回はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回の実況でお会いしましょう。じゃあね、バイバーイ。